車が空を飛ぶんですよ、ママニロの車って。車がシューピョーンシューピョーンって空を飛ぶから、いつもねるちゃんそれ弾がヒュンヒュンするから、本日はですね、跳ねる稲葉のシュベラでーいい話ということで、私の持つねるちゃんの滑らない話をたくさんねご用意いたしました。本日のラインナップをご覧ください。こちらピッピッ、いっぱいいっぱいありすぎる。さあどれがいいですかね、どれからいきますかね。まずダッポーバターロールからいく、かまジャムですからね、ジャムでね、ダッポーバターロールからいきますか小さい頃ママネルがね、突然なんか美味しいもの食べに行きたいとか言い出して、マネルちゃんはその時小学校高学年、弟が小学校低学年ぐらいだったんですけど、フィルトンですよ、フィルトン。そう、ホテルのヒルトンってホテルあるじゃないですか、それの大阪までわざわざ行ったんですよ、ネルちゃんたち。そう、泊まりがけで急にもない美味しいもの食べたいとか言って、もう広がるごちそうの海、ステーキだったりお寿司だったり、ビュッフェ形式でね、好きなものを好きなだけ取って食べていいっていうね、ビュッフェだったんですよ。もう感動ですよ。ねるちゃんもサーモンの刺身を速攻取りに行って、もうずっとサーモン食らってました。最初はね、弟は何食べてんのかなってチラって見たら、弟がお皿にね5個ぐらいバターロール、パンでさ、何にも味がついてないパンあるじゃん、なんかロールパン、バターロールってやつを5個ぐらいねお皿に持って、ずっとそれをかじってんじゃん。なんかサーモンうまいよサーモン、あとお肉もあったよって言ったら、いやバターロールが美味しいとずっと食べてんすよ。そしたらママがね、トコトコって言ってきて、ちょっとなんでこんなパンばっかり食べてんのって言って、もうバターロールばっか食べすぎでしょ、いやちょっともうちょっと違うもの食べなさい、お肉あってよお肉とか言ってさ、お刺身もあってよって、いやバターロールがいい、いやダメだってさ、バターロールだって後で買ってあげるからもっと美味しいもの食べなさいって言って、いやこれがいい、もう許さない、もうバターロールこれ以上食べたらもう今日はもう家に帰らせないわよって言って、ママが怒って、そしたら踊ってグイーって泣き出して、あーと思いつつね、ねるちゃんはまた、パフェを取りに行ったんですけど、で、帰ってきたら、弟がいないんです。あれ？弟が俺がと、これトイレでもないし、やばい、行方不明だったんじゃないみたいな。ちょっとママがバターロールダメとか言うから、もう家出しちゃったじゃん、どうすんのってな、お姉ちゃんはもうさ、どうすんのどうすんのとか言ってたら、なんか、気配を感じたでしょ、弟の。誰？って思って、その机のテーブルクロスをパッてめくったら、弟が机の下でバターロールをむしゃむしゃ食べてたっていう。それほどにまでして、バターロールが食べたかったのか。で、まあ、ママもね、もうそこまで食べたいなら、もういいよ、バターロール、思う存分食べなさいと。ね、脱法バターロールを食らう。弟の話でした。これはですね、メルちゃんがまだ高校生の頃のお話です。メイド喫茶でアルバイトをしておりまして、で、メイド喫茶で結構ね、メルちゃん人気があったんですよ。そう。いつもね、メルちゃんは、最寄りの駅まで、ママにね、車で迎えに来てもらってたんです、バイトの日は必ず。たら、階段の下の方にママがね、手を振ってて、あ、ママいるみたいな。で、階段でトコトコトコって、トコトコトコって振ってたら、ダッシュを踏み外してます。その頃からどんくさかったんでしょうね。トン、ダッシュを踏み外して、あってなって、コロコロコロって転がって、へぇー痛いウェーってなったんでしょうね。じゃあ、こけちゃったんでしょう、階段で。ね。で、ママが、え、ミルちゃんが階段から落ちた、えぇーママ、ね、あんたいい、ミルちゃんが階段から落ちたってママもパニックでしょ。そしたら駅員さんがね、来て、大丈夫ですか大丈夫ですかってね、とりあえずちょっと駅長室に来てくださいって、ちょっとこれは救急車呼びましょうみたいな。いや、誰かに押されたんじゃないですかみたいな。いや、押されてないです。普通にただ足を踏み外しました。本当ですか？あそこ何もないところですけど、あんなところでこけるとかありますか？いや、何もないところでこけたんです。いや、でももしかしたら事件とかの可能性もあるので、一応警察を呼ばせて、救急車呼ばせてください。みたいな。救急車呼ばれたんですよ。
何にもないところに転んだってところをね、疑われまして。で、救急車にね、乗ったんですよ。大げさになんか救急隊員の人が大丈夫ですか？お名前は、ご住所って聞いてくるわけですよ。そしたらママがさ、はい、いい名前ねるちゃんですみたいなこう答えてるわけですよ。で、なんかお嬢さん今日はなんかどこに行ってたんですか？はい、今日はですね、メイド喫茶のバイトに行っておりまして、どこどこでメイド喫茶のね、バイトをしてまして、結構人気がある方で、全然関係ない、ねるちゃんのさ、メイドカフェで働いてる話をさ、ペラペラ喋り出してさ、救急隊とか、それではおちらはなんかファンの方がどうか来たからとか、いや違うとこです、この子本当にどんくさくて小さい頃からオーダー飛びまとめなくて、いつもなんかもう逆上がりでなんかもう夜まで居残りさせられる、どれも関係ない話をずっとさ、そこに披露してさ、ねるちゃんもうさ、気を失ったふりしてた途中から。駅の階段で精神的に致命傷を負った話でした。まねるちゃんの両親って実はもう離婚してるんですけど、まだまだこの二人が結婚したばかりの時の話です。ね。ねるちゃんがまだ生まれる前でしょうかね、確かね。まあ結婚した時、ママねるは実はまだ18歳。パパねるは10何個上なんですけど、はい、ママねるまだ18歳でした。車の免許をね、まだ取り立てのピチピチ18歳。パパネルは急にお腹痛いってなったんですよ。やばい、すごいお腹痛い、これなんだろうみたいな。どうしたのパパネル、大丈夫みたいな。やばい、マジお腹痛い、ちょっとこれやばいかもしれんみたいな。車で病院行こうかなーってパパネルが言ったら、ママが大丈夫、私がじゃあ車乗せていくよ。ママネルの車にパパ乗ったことがなかったんだって。じゃあ分かったよって言って、ママネルの、ね、車にパパネルが乗ったんです。そしたらですね、ねるちゃんは小さい頃から覚えてるんですけど、ママネルの車の運転は、とてつもなく荒い。もう、本当にやばいんですよ。なんか、ねるちゃん小さい頃覚えてる、車が空を飛ぶんですよ。ママネルの車って。車がシューピョーンって、空を飛ぶから、いつもねるちゃんそれ、玉がヒュンヒュンするから、うわ、玉ヒュンするって喜んでたんですよ、いつも。ヒュンヒュンして気持ちって。で、パパネルはすごいさ、やっぱもう警察官っていうこともあってね、車の運転も完璧だったんですけど、もうそのね、ママネルが車の運転を始めた瞬間に、パパネルはもう、なんだこの車の運転は、ちょっと、やめてくれ、ちょっと止めてくれ、なんで、大丈夫、パパ、おとなしくしてて、ママネルがちゃんとパパを病院に連れてくから、ちょっと待って、降ろしてくれ、なんだこれは、みたいな。やっとね、もうダメだ、ってなってる時にやっと病院に着いたわけですよ。その病院の人が来たら、パパの顔を見て、大丈夫ですか？もう汗だくれ、すごい真っ青な顔してる、大丈夫ですか？何があったんですか？いや、違うんです。これは違うんです。病気じゃなくて、大丈夫じゃないです、そんなのとかで、みんながタンカーを持ってきてね、こう、いっぱい病院の先生とか来て、こうね、病室に連れて行かれるっていう。お腹の痛いのはもうほとんど収まってきたらしいです。真っ青になっていたのは、ただのね、クレイジータクシーのせいで、ヤンキーに絡まれた、おばの話。まあ、ついにね、3日ほど前に、年末でね、帰省するということで、おばさんがね、うさうさ会に帰っていったんですよ。おばあちゃんの家にね、ねるちゃんから見たおばあちゃんの家に。おばあちゃんのね、家に行くのに、駅までね、なんか迎えに来てもらうみたいな感じで、そう、駅のね、改札に着いたの。で、ちょっと早く着きすぎたなと、なんか2、30分早く着いちゃったのって、どうしようみたいな、ちょっと早く着いちゃったらどうしようと思って、なんかお土産でも見るかと思って、お土産をね、見ようと思ってたら、なんか、全身なんかヒョウ柄の、なんかスリッパを履いて、なんか怪しいね、人に、ちょっとってちょっと遠くから声をなんかかけられたんですよ。最初は自分じゃないでしょ、これと思って、なんだろうと思って、怖いと思って、自分じゃないでしょと思って、横向いてたら、ちょっとみたいな感じで、だんだんその人が迫ってくるんだって、やばい、私だみたいな。なにと思ったら、ママネルだったんだって。怖ーい。おばさんからねるちゃんの元に、LINE に写真が送られてきたんです。とんでもない格好し、マジや、こんな格好してる人、この令和になったご時世におるのっていうような、ちょっと今もう一回見よう。なんか、上がヒョウ柄で、中に、
なんかハートのマークの書いた T シャツを着ていて、で、両方なんかジャージみたいな。で、下もなんか、ジャージのなんかや、ラインが入ってるジャージみたいな。しかもなんか、マイメルのぬいぐるみ持って私に微笑んでる。怖いね。怖い。身内でも怖い、こんな人声かけられたらね。はぁ、シュベランナー